鎌田警部、お疲れ様です。おお、君か。昨日は来てくれたのに席を外していてすまんかったの。いえ、お忙しいと思いますから。今はお話を伺っても大丈夫ですか？もちろんじゃ。何でも聞いてくれて構わんぞ。はい。いかがですか、佐々木英介の事件の捜査は。残念ながら新しい情報は入ってきておらん。科捜研に頼んどる紙袋の鑑定も結果待ちなんじゃよ。鎌田警部から話を聞こう。その紙袋が古いものだったようで、ゴミに挟んだの。知っとるな。まだ鑑定結果は出ておらんが。どれくらい古いものなのかは時期にはっきりするじゃろう。今回の山はなかなかの難事件じゃよ。つくづく。いつ頃のものなのかは結果待ちじゃの。あの紙袋がどれくらい古いものなのか、または18年前に情報を伏せた理由を聞いておこう。18年前の事件では紙袋のことを伏せていたそうですね。公開しなかった理由をご存知だと聞いたのですが。ああ、わしは事件の捜査を担当しておったからの。そうだったんですね。当時紙袋の情報を公開しなかったのはあまりにも異様な手口だったからじゃ。下手に世間を刺激しすぎて捜査に支障が生じないように曖昧な表現にとどめたんじゃよ。世間を刺激しないためですか。今回の山はなかなかの難事件じゃよ。つくづく。鎌田警部から話を聞こう。捜査に支障が生じないよう曖昧な表現にとどめたんだよ。今回の山はな。見せたじゃろ、紙袋をかぶった被害者の写真を。あんなもん見たら真似するやつは絶対に出てくるもんなんじゃ。
とはいえ18年前の事件の犯人は結局見つかっていないですよね。恥ずかしながらその通りじゃ。恥ずかしついでに君にもう少しだけ18年前の事件について話しておく。お願いします。3件の連続殺人事件の発生を許してしまった当時のわしらはもう一人の犠牲者も出してはならんと懸命に捜査を続けたんじゃが、実はここでさらなる展開が待っておった。ある一人の少年が行方不明になってしまったんじゃ。久瀬誠、その少年の名前じゃ。久瀬、久瀬誠、久瀬ってそのまさかじゃ。久瀬君の6歳年上のお兄さんなんじゃよ。当時まだ14歳じゃった。彼もまた同一犯の犠牲になったのではと、わしら警察はそりゃもう落胆しての。幸いにもその後紙袋をかぶせられた奇妙な姿の遺体が新たに見つかることはなかった。だが、それ以来久瀬誠は行方知れず、今現在も他の3件の事件と彼の失踪の関連性は分からずじまいなんじゃよ。しかし一つだけ不思議なことがあっての、なぜか久瀬誠の失踪を境に連続少女殺人事件は鳴りを潜めたんじゃよ。もっとも、なぜ犯行が途絶えたのか分かってはおらん。鎌田警部から話を聞こう。久瀬誠が行方不明になって以来新たな被害者は出ておらんのじゃよ。ああ、行方不明といえば当時事件の関係者だと見られていた男がおったんじゃが、最初の事件と同時期に行方がわからなくなっておった。最初の事件と同時期に、さよ、つまり連続少女殺人事件の周りで2件の失踪事件があったというわけじゃ。いずれも事件とは無関係だとは考えにくい。わしはそう思った。その行方不明の男について何か情報はありますか？行方不明の男と連続殺人事件の最初の犠牲者は知り合いだったんじゃよ。よく二人で会っとったようじゃぞ。じゃが最初の犠牲者の遺体が発見されたのと同じ日に、その男のアパートの部屋におびただしい量の血痕が残されているのが発見されてな。それもあって男は最初の事件に巻き込まれて負傷したと考えられておった。同時にその男が犯人であるという線も消えてはおらん。男は未だ行方知れず、真相は闇の中じゃ。
連続少女殺人事件との関係なんぞ何もわからんままなんじゃよ。行方とともに事件との関係も不明のままじゃ。今考えても謎が多い事件じゃ。レスマンの誇りっぽくてついな。なんせ例の紙袋が使われた連続少女殺人事件は18年も前の事件じゃから、今必死になって保管庫の奥から資料を掘り起こしておるんじゃよ。そのせいで少々、いや、かなり部屋が埃っぽくなっておるんじゃ。18年前の事件では2人の人物が失踪していたのか。1人は部屋に多量の血痕を残したまま姿を消した連続事件の最初の被害者と親しかったらしい。久世刑事のお兄さん、その久世誠さんは18年前の事件のタイミングで行方不明になったということ。鎌田警部は幼い頃の久世刑事に会ったことがあるのか。幼い頃の久世刑事にきっと会ってるはずだ。今考えても、久世君のことは彼女が幼い頃から知っとるんじゃが、わしのことを覚えてるかはわからん。しかしまあ立派に成長したもんでな。自他ともに厳しく冷静沈着で優秀な刑事じゃよ彼女は。ただ久世君が少々無理をしとるようにわしには思えての、常に張り詰めて自分を追い込んどるように見えてならんのじゃよ。お兄さんの失踪が何か関係があるのかもしれんが、わしにはよわからん。ただの久世君は佐々木英介の事件の捜査で早速あちこち飛び回っているようじゃの。常に全力で仕事に取り組む頼もしい刑事じゃよ彼女。佐々木英介の事件と18年前の事件の犯人は同一人物だと思いますか？そりゃあその可能性は否定できん。模倣犯による犯行という線も考慮すべきじゃろう。しかし当時紙袋に関する情報公開を差し控えたことを考えると、模倣犯の可能性は低いじゃろうな。過去の事件は10代の少女ばかりじゃった。しかし今回の被害者は男の子じゃ。さらにもう一点、18年前の事件との相違点があるんじゃ。殺害方法が違うんだよ。おお、今回の事件の情報をしっかり把握しとるようじゃの。大したもんじゃ。連続殺人事件は素手による犯行、一方の佐々木英介は紐状のもので首を絞められとる。とはいえ
殺害方法というものはその時の状況などで変わるのが普通じゃ。犯人の加齢等でも変化するもんじゃから、同一犯ではないという判断には結びつかんのじゃよ。なるほど、そうなんです。18年前の事件とのつながりはある。今考えても、今回の山見はいつも以上に気合が入っとるようじゃの。アレルギー体質なの思い出したわい。ということは、今のところ2つの事件の共通点は、リン、そして紙袋の家はエミオだの。どうして、そういえば鎌田警部はエミオのことを知っているのかな。ところで、鎌田警部エミオという都市伝説ご存知でしょうか。エミオ、なんじゃそりゃ。微笑みの笑みに男と書いてエミオなんですが、泣いている女の子の前に現れ永遠の笑顔をあげると言って声をかけた相手を殺してしまうんだそうです。殺された被害者はエミオと同じ紙袋をかぶせられたまま置き去る。なんと、そんな都市伝説があるんか。むむむ、いかにも18年前の事件が元になったような噂じゃの。でも紙袋のことは報道規制していたんですよね。さよう、警察としてはそういった無責任な話が広がるのは勘弁じゃ。しかし、第一発見者から噂が広がった可能性もある。笑顔が描かれた紙袋という共通点がある以上、どこかでつながっとるのかもしれんの。あるいはこの都市伝説を模した愉快犯の可能性。こりゃいろいろ厄介な事件になりそうじゃわい。おっと、もうこんな時間か。そろそろ捜査に戻らんとな。僕もそろそろ失礼しようかな。あ、そうだ、昨日はあまり遺体発見現場の確認できなかったし、そっちに何か聞きそびれたことはないよな。今回の山には18年前。僕そろそろおいとましようと思うんですが、他に話していただけることってあるでしょうか。そうじゃの。そういえば昨日はわしの代わりに上原くんが対応したんじゃろ。はい、そうです。久世君はいつも以上に今回の事件の捜査に力が入ってるようじゃから、彼女の相棒の上原君は大変じゃろうの。変わった男じゃよ。そそっかしくてチャラチャラしとる。思ったじゃろ。あ、図星。しかしああ見えて上原君はなかなか優秀な刑事なんじゃぞ。頭も切れるし勘も良い。ただし射撃の腕は最悪じゃが。君も
見たじゃろうが、やつは昨日はここでも怒られてました。じゃがの正反対な者同士に見えて、あれでなかなかの名コンビなんじゃぞ。神原くんは先輩の久世くんを心から慕っとる。いつも張り詰めとる久世くんは、その神原くんに随分救われとるようじゃよ。ああ見えて神原くんとコンビになって周囲への当たりがソフトになったんじゃぞ。久世くんは神原くんのお手柄じゃの。正反対だからこそ会うこともあるのかな。正反対だからこそ。今考えても謎が多い事件のうちや。8年前の事件との久世君とはせどうした。いや何、ちょっと久世君の話で思い出した。